ハウディ、ジェスター・セラです。見てこの感じ、これすげーなー。ここはね、台湾の、台北北部かな、士林夜市でございます。 VR カメラをなんとなく回して、とりあえず端っこまで歩いてみようと思います。我记得他没有标明是。
上面说保安他就固定的慢慢逛，然后他只要没有看到就好了，看到了代表。嗯。就站在原地，然后假装僵尸啊，就これ興味ある、これ興味あるけど、どうしようかな。もいっぱいあるんだな。横道はちょっと今日この VR 回しながらは無理かな。とりあえず縦軸行きましょう。金鉢屋さん、自動開閉の傘はやっぱ流行ってんだな。いやしかし夜でも暑いな。4月の頭なんだけどな。Yeah.
なんかデカめのこれはおもちゃ屋かな、違うかな、ファンシーショップかな、ごちゃごちゃといろいろあるんですよ。沖縄にもありそうな気はするけど、サトウキビジュースちょっと飲みたいな絶対沖縄にあるけどな。なんか急に人が少なく、やっぱあれだな、地下の食品街に行かないと普通になんか買い物街って感じだな。アメ横みたいな感じだったのかな。おでん的な感じかな。なんか思ったのと割と違う感じがする。もしかして道を一本間違えてたりしますかね、これ。なんかそんな感じすんな。はあ、分かった、道が違った。道が違ったけどこんだけ栄えてるってすげえな。よし、じゃあ改めて正しい夜市の方に行ってみたいと思います。